皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋隆子です。本日のテーマは、あなたの言葉は、あなたの未来の人生を作っているということをお話をしていきたいと思います、えー。このお話をするのにはエピソードがありまして、私の、うん、メルマガ読者さんですね。まあ、その方が、えー まあ、私の商品をお買い上げいただいたんですけれどもそれが、えー、と7年後かなんか <laughs> かなり時間が経っての話なんですねでその方っていうのはずっと私の活動を見ていたしあいつか頼むことがあるのであればまあ高橋さんにお願いしようっていうことだったんですよただずっと見ていただけで最終的に その方が本当に私の助言とかアドバイスが必要だっていうふうになった瞬間に私にコンタクトを取ってきて、で、まあコンサルをお願いされてっていうことで、まあコンサルタントの私になっている状態で、まあ、お願いをされたということがありました。なので、あのー、この方に対して私はリアルで あのガンガンにアプローチを取ったわけではなくただ淡々とずっとメルマガを書き続けていたメルマガを読んでいたっていうのが、まあ、きっかけだったんですね。でこの件をベースに、まあ、今回皆さんにねちょっとお伝えしたいことがありまして、えー、テーマがあなたの言葉はあなたの未来の人生を作っているっていうこれをちょっとお話をしようかなと思ったのが、まあ、その先に言ったエピソードになります。 ではあの本題に入っていいきたいと思いますであのこのお話をするっていうふうに思った時に SNS の集客であちょっとこう落ち込んでるっていうかうまく集客ができないから、まあ、残念に思っていて、まあ、疲弊したとか、まあ、疲れたとか。 まあ、そういうお話を伺うケースがあるんですよね。で、確かに、あのー、すぐに発信して、すぐに予約が入れば一番嬉しいわけで、まあ、苦労はしないわけじゃないですか。すぐに発信して、すぐに予約が入るわけですから。でも、とその、 必ずしもそういうお客様ばっかりじゃないっていうかむしろ少ないんですよそういうお客さんまあ,あの4つの窓のマトリックスがあって、まあ、今すぐ客って言って要は緊急だし欲しいっていうこれがセットになっている状態だとすぐに申し込まれます。 だけど必要は分かってるんだけど今じゃないよなっていう一定層の人がいますし、えー、なんか簡単なものだったらすぐに欲しいとかね本当の大きいものじゃないものだったら欲しいっていうタイプの人がいたりまあいろ,いろいろな状況によって違うんですよ。で必要なのはそのあなたの発信は今すぐの人ばっかりに刺さってるわけではなく未来に欲しいと思える人にも こうじんわりと浸透していくような発信をし続けるっていうことが結構大事なんですよね。で、うまくいかない方は、えー、なんで、えー、うまくいかないかっていうとやめてしまうからうまくいかないんです。で、じゃあなんでやめてしまうのかって言ったら反応がないからって言います。そういう方って。で、反応って そん特にじんわりする、まあ、メルマガとか YouTube っていうのは長期戦なので長期的にその情報を受け取ってあいいなっていうふうに思ったら初めて、まあ、その人がね動くっていうことになるわけなんですよ。だからそれまでは自分の前には現れてこないし何なら反応とか メッセージの返信とかもくれないわけですよだからこの時に心が折れて何の反応もないし予約も入らないからやめてしまおうって思う方が大半なんですで実際にや,やっぱり全然反応が取れないし集客できないからやめますって言って SNS ねやめるっていうふうに言う方もいらっしゃるんですけれども、あのー、ここで考えてほしいのが そ,そんなに皆さんすぐに商品買いますかっていう話なんですよ。商品とかサービスを買うときっていうのは信頼しないと買わないですよね。で、信頼ってそんな簡単に作れます <laughs> し全然知らないゼロの人ですよ。そしたらやっぱりその人の性格が分かったりとか、その人の考え方が分かったりとか、その人の実績が分かったり、なんか これ良さそうって思えることができて初めて買おうかなっていう選択肢になって。でしかもそれが高い商品だった場合には自分に本当に必要でない限りは買わないですよね。ただ必要かもしれない情報だから聞き続けてるっていうことになるわけですよ。だから皆さんが勘違いしてるのが発信したらすぐに人って申し込んでくるって思っているようなんですがそれは えー、ものすごい人数のファンを持っている人が発信したらそのファンの1人が反応するからすぐに反応したってことになってると思うんですけど1万人フォロワーさんみたいな濃い人ですね自分のことを好きで見てくれてる人がいる人と100人しかいない人だと反応率が例えば1%っていう反応率だった場合には 100人の人だとやっぱり1人なわけですよ。1万人とかだったらね、100人とか反応するんでしょうけれども。だから、その一つの指標を分からず、私の発信に誰も何も言ってくれませんとかっていうんだけど、いや、そもそも人数少ないですよねっていうのもあるし、あと発信量が少なければ、反応される確率も少ないんですよ。だから、 皆さんがあまりにも短期的に成果を求めすぎだなっていうふうに心折れましたとかいうことを言う人の話を聞くたびに思います。私の肌感覚では6ヶ月やりきった後にやっと反応が来てもいいぐらいじゃないですかっていうのが長期戦の考え方ですあの。ライブとかそういう,こうリアルで喋るような機会を持つことができる場合には すぐに反応が返ってくる時もあります。でもそれは割とレアケースだと思った方がいいです。ライブ聞いてたからって、まあ、よほどそれがレアアイテムとか、今申し込まないともう全然なくなっちゃう超破格値のものとか、限定のものとか、だったら人は反応するかもしれませんけど、そうでない限りは、そんな反応はしないです、通常。うん だから期待しすぎると SNS とかっていうのはすぐに挫折したりすぐにやめたくなっちゃうんですけど実はやめなければその発信をずっと見てた人が将来あなたの目の前に現れる可能性があるのでそれを諦めるっていう選択肢によって立ってしまってるのはあなた自身だということなんですよね。だかからあなたの綴るる言葉とか発信する内容は あなたのの未来の人生を作ってるだから後からそれが実ってくるだから時系列がずれてるんですよねじんわり来る方の集客法っていうのは。なので短絡的に考えすぎると、まあ、やってらんないよねってことになるかもしれないですけれどもやり続けてるとどこかのタイミングで、まあ、人も増やし続けながらですけどね 人が来るっていう状況を作ることができるのでここは何が重要になってくるかっていうと諦めないで心折れずに淡々と必要と思われる人の喜ぶであろう情報を発信し続けることこれがもう本当にポイントですねでうまくいってる人はあの当たり前ですけどこれができている人が多くてもう一つうまくいってる人がメルマガとか をやってる人多いんですけれどもメルマガをやってる年数も半端なくって、まあ、私もメルマガは10年以上やってますけれどもだいたい長く続いてて安定的に集客ができている方っていうのは10年ぐらいやってる方が多いですでそれだけのファンがついてるっていうことですよまあ、私のメルマガ読者は多い方ではないんですが4000人ぐらいいてで他にもリアルでイベントで会った方とか そういうリストを足すと1万2千とか3千ぐらいはいるので、たまに単発の無料のめちゃくちゃいい内容の、えー、イベントとかを発信すると、その全リストに対してですよ。うん、それで、でも反応が1万超えでも100人とか120人とか、まあそれぐらいなんですよ。やっぱり1%ぐらいなんですよ。だからあの、内容によってはもっと普段から えとよく発信をしているもっと小さいエリア1700人とかっていうメルマガもあるんですけどそちらの方だとそもそも厳選した、えー、月賞50万円を稼ぎたい人みたいな内容まですごい絞った内容を書いてるのでそういう人たちの反応っていうのはあのー、すごく、えー、確率も高いし申し込み率も高いです。 だからどういうコミュニティとかどういうことを発信できる人を皆さんが持ってるかによって制約率とかは違うんですがもしかしてもう一つのケースとしてはあなたの発信に誰も反応しないっていう時ではずれちゃってる人をそもそも集めているという可能性もありますなのでもしもずれてない属性をちゃんと集めてるっていう自信があるのであれば とにかくやらなくてはいけないことは続けることなんです。で、変な話あの他の人がみんな辞めていくので続けないから。なので、私は十何年やってますけれども。あの私がその当時に参考にとっていたメルマガの人たちは皆さんやってないです。そんなに長くなので、結果同じような時期に私のメルマガを取り始めた。人にとっては私だけが続けてるということは？ えー、お願いするなら高橋さんにっていう、そういう言葉が出てくるのは、もう、ずっと頑張ってますっていう証明にもなりますからね、もう継続をするっていうことは、あらゆるものに関してです、例えば私、本も連続で地道に毎年1冊以上出し続けてるんですけど、ここ数年は2冊のペースで出していってるんですが、これもやっぱり信頼と実績なんですよね、出し続けてるっていうことで。 だから、あのー、人って継続し続けて、やり続けてる人って、無条件に信頼されます、やっぱり、だって大変だから、他の人ができないことをできているっていうだけでも、えー、尊敬されるし、信頼されるので、ぜひね、あのー、やり続けてほしいと思います、最低ね1年はやってほしい、うん、数ヶ月で集まらないからやめたっていうのは、本当、何度やっても成果が出ないので、お勧めしません。はい ということで、えーと、今日のまとめに入りたいと思います。あなたの言葉はあなたの未来の人生を作っている。えー、後から成果はついてくると信じて継続できる人が、えー、唯一勝ち残れる必勝法ということになりますので、ぜひこの継続続けていっていただければと思います。私もぼちぼちちと、 感覚が飽きながらも YouTube 頑張って続けておりますので、ぜひ皆さんも頑張っていきましょう。それでは。